飯ましょう。始まりました。始まりました。今日も飯ましょうが始まりました。どうした？え？どうした？いつものオープニングでしょ。あのもう何回かやってるか分かると思うけど、うん、どう処理していいか分かんないもう俺ら限界来てる処理限界来てるどうしていいか分かんない。別に処理とかじゃないの。あ、だってオープニング処理するだって。オープニングテーマだもんね。そう、オープニングテーマ。あ、いいのね。じゃあチャラララチャラチャラチャラでしょ。別にいいんだ、まあ、それと一緒なの。あ、そう、別に触れないでしょ今さのオープニング。チャラ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 チャーのあの映像触れる。あ、触れないでしょ。あ、それと一緒。一緒。あ、決して滑ってるとか全くないんだ。あ、ないないない。あ、滑るとかないじゃん。ならいいや。じゃあいいや、よかったよ。そうそう、あ、はいはい、はい、今日のご飯です。 あれ、ミルクは。え、ミルクあるでしょ。どこに。え、これ渡してたっけ。え、渡してなんでここにあるんだよ。え、誰だよ、ここにセットしたの。いや誰だよ。セットしない。誰俺じゃない、絶対俺じゃない。え、絶対俺じゃない。絶対俺じゃん。本当に。タカさん、いやいや俺だって触ってないもん。ここに置いたもん、ポンって。でこいつ、やっぱだって俺が触る意味が分かんない。俺もだよ。あいつだぞ。あいつだ。絶対あいつだよ。やんなよそんな。絶対あいつだ。どう考えてもあいつだ。これは今日これ俺初めて食べるの。初めて見た。これ辛口シーフード、セブンイレブンさんの多分シーフードの辛口。これで混ぜていいの。お前バジバジ。え、なになに。マジ。これ、え、じゃあどうすんの。無理やん。え、無理やん。忘れたもんだ。ストレーないし。忘れたもん。ちょっと。はい、爪楊枝貸してあげる。いい。爪楊枝でこうやって食べて、こうやってほら。あ、混ざる混ざる。ほら、混ざった混ざった。マジで混ざった。ほら、マジで混ざった。ほら、マジで混ざった。ほら、ほら。友達のこと信頼してないか。俺が言ったこと信頼してねえのか、お前は。なミルクね、他の国やるような人だからね、タカシさん。いやいや、あの人だよ。絶対俺じゃないもん。俺やんないもん、それ。誰だろうね、本当にね。絶対あの人だよ。真相は分かんないですね。いやいや、闇にしようとしてんもんだって、真相を。悪いやつだよ。はあ。最近さ、さっきの動画もう上がってるかどうか分かんないけどさ、マスクで動くとめちゃめちゃ苦しいね。確かにね。めちゃめちゃ苦しいのよ今俺。ふぅ、まだ息切れてる。よいしょー。今日はちょっとホチさんいないですけどね、うん、このメンバーで飯ラジオです。いやちょっとカップ麺実は久々かも俺。え、なんか最近やっぱ暑くてさ、暑いとなんか暑いもの食いたくないじゃん。でどうしてんの。だわりとそんなにママさんが作ってくれたやつとか、冷やしそうめん、あ、冷やそう、冷やし中華とか、あのそっち系、つるっと系か。じゃあカップ麺やめたんだもん。なんか久々だと思う。久々って言っても1週間ぶりぐらいだけど。俺にとってはね。あっちな。でそれ何君それは。アイスコーヒー。じゃあそれ分かってみれば分かるやん。この状態でアイスコーヒーじゃないことはないでしょ。本当はここにストローが欲しかったんだよな。うるせえな。人に買いに行かせといて、お前。これしれっとパシリだからね、この間。この間はパシリで動画になってるからいいけど、これしれっとパシリだからね、言うて。いや、だから動画にしようかってなったら。いや、いいよ、コーヒー1個買うだけでパシリはもう。パシリなら動画にしようかって。いいよ、いいのよ。ちょっとおやつにしようと思って。いいじゃん。いただいて。これはいただいたやつね、この間ね。はい、何それ、カステラなんですかね。カステラっぽいね、なんかね。食べる？俺一人じゃ食えないからさ。うん。うん、めっちゃ手出して入って、一気一気ここに手出して入って、もうちょっとで、はい、いくよ。何を見せてんすか、これ面白いのかなと思って。あーもうこれは悪いでしょ。美味しい、でも食べてますからね。あ、美味しい、なんかこれ麺、え、うまっ。なんて書いてあるの。麺濃い大、これえぐいぞ。ちょっと食べない。これちょっと1個取っといてよ、1個取っといて。これちょっとやばい美味しさだ。これめっちゃうまいね。え、1個取っといてよ。プレゼントでもらってもらったやつだよね。六花亭のやつ。あ、あれに入ってたやつか。こんなくらいの。めちゃめちゃあげるじゃん。どんだけ乗せてんの。これすごい。え、そんなうまいの、うん、1個取っといてよ、1個。無理。なんで1個は取っとけるでしょ。別に5、6個取っとけってんじゃない。ちょっと、ここやろっから。いや手で触っちゃいけないからさ。はい、なんでここを拭くんだよ。見えてんのこれ。これ美味しい。これめっちゃうまいね。なんかベビーカステラ的な感じ。いや、次元が違う。え
マルコポーロってやつ。マルコポーロ人の名前じゃん。卵ポーロね。マルコポーロみたいなって言われたらもうなんだか全然わかんないけど。あれなんかセブンのこれってこんなに難しくなったの。納豆巻き久々食べるわ。あれ袋はないの。小麦粉は。うん、袋ないの。袋俺が持ってるよ。袋ないの。それ出してあとあのぐらいの切っちゃうとすごい便利じゃん。ええだからカバンに1個入れとこうと思って。サウンだからえ持って帰るってこと。今日忘れちゃったからもう。あ、なんつうんだっけあれ、エゴバッグ持って帰るんだ。あれ持って帰る。あ、そう。食事中であれだからちっちゃい袋は、うん、うちあのおむつ捨てるときにすごい重宝する。うまこだ。なるほどね、うん、これめっちゃ弱いね。これすごいわ。そんなうまいんだ。うん、だってもううまいじゃん。ねえよこれ。そんなうまい。もう食った。そうそう、もうなくなる。ほんとだ、感動する。なんなら2個食いとかできるわ。いや、すごっ。あ、もうそれやん。いやいや、レベル低っ。なんなら2個食いできるわ。うわ、すごいじゃねえんだよ。え何の会話してるの。これがうまいってからね。2個食いチャンネル作るんじゃん。うん、今日はこれを煮込みします。煮込みチャンネル作ろう。ワンちゃん伸びそうだね。やばすぎて。全部煮込みする。煮込みだけスティックチャンネルね。スティックチャンネル。ポジティとかも。そうそう、寿司とか。卵とか大変じゃない？ゆで卵。煮込みとか。それはきついな。それはきつい。それ生放送の無挑戦だから。絶対無理じゃないそれは。さすがに無理だと思う。煮込みチャンネル。しょうもなさすぎても。おもろい。3分経った。まだ経ってない。もう経った。これちょっと俺さ、ここにさ入れるの。たまに。俺は入れないよ、カステラは。あ、入れたらいいじゃん、カステラ。カステラは入れないよ。え、カステラこれちょっとどうしてんのこれ。ティッシュで違う。無理だよ、そのティッシュ。無駄遣いしないで。ここ大きいやん、これ。いや、ぐちょぐちょになるじゃん、これラーメンの蓋のところ。これの上で、これ。いやいや、ちょっとこんなの入れさせてじゃん。食べないでよ。いや、あ、俺のだ、もう俺のだ。あ、もう俺のだ、もう俺の。いや、これうまいね。もう俺のどういうノリなの。どういうノリ今日それ。いや、やばいやばいやばい。無理です。小学生、中学生のやつそれ。それもう、俺のなんだか。やば、俺のクオリティすごいな。さすがの家庭だな。ちょっと楽しみだな。いやー、熱くなってきたね、もう本当に。うん、ね、確かにね。そうめんとか出るんですか、奥さんから。そうめんってあんまもう食べてない。まだだね、まだ梅雨明けじゃないかな。これもういらんの。あ、いらない。お湯は。あ、でもやっぱ作れるんだ、そうめんって。一人だと絶対食べなくないですか、そうめん。うそ。え、今でも作る。作らないの。どっちだよ。どういうリアクションなんですか、言ったとしたら。いや、もう作ってないけど。でも一時だってケイさんなんかさ、蕎麦大臣だったじゃん。そうね、毎日蕎麦だったね。蕎麦しか食ってない時だったもんね。今はケバブ。いや、ケバブ。今はケバブ。今はケバブ。ねえ、そうだよね。大人になったな、ケバブ食うようになって。いや、なんなら蕎麦の方が大人じゃないな。蕎麦しか食ってない時だったもんね。今はケバブなのよ、時期は。ケバブ好きだよね、ほんとに。まず、じゃあ、お昼寝していい？一回。やば。動画撮ってんのね。いや、これめちゃめちゃうまそう。え、どうすんの、それを。これ入れるんで、もちろん。え？え？いや、だって味玉ってあるでしょ？それと一緒。いや、だって、味玉じゃないじゃん。一緒に似てるの。ゆで玉じゃん、それは。ゆで玉でもいいよ、別に。ゆで玉でも蚊だから。あ、うそ。ほら、うまそうでしょ。え、そうなんだ。え、全然入れるよ俺。え、だって卵だよ。卵なら何入れたっていいんだから、卵は。うまそうだな、そうだ。いただきます。何味なんだっけ。辛口シーフード。あ、そういうのが今あんだ。しかもセブンのブランド。うん、うん、あ、うまっ、うまっ。
あれ待って、うまいけど薄いな、なんかちょっと水入れすぎた。なんか薄い気がしたぞ、入れすぎたか。この事件味覚の話は怖いよ、うん、いや確かに、いや大丈夫だよ、さっきしたから本当に変な疑いの目やめてよ怖いな、俺も怖いよ今の今までしてんだから大丈夫でしょ。やめてよ本当に。うん、うまっ、これうまいわ。薄いどう、うん、大丈夫でした。混ぜたら大丈夫でした。そう言いたいだけじゃない、大丈夫。いやいや、なんでどこに落とし入れようとしてるの。止めんな、止めるけど大丈夫ですか、ね、止めんな、止めるけど、ここで止まったら一番怖い。これで急にブッてーンってお願い、お願いじゃねえんだ。一番やばい、そんな超怖いよその動画。あ、そうなんだってなるし。そうか、確かに。うん、うん、まっ。あ、カップ麺食わないの2人は。なんか買ってあるけど食べてないな、うん、あ、そう。いつ食べたか、おのどに食べた、家族も。何食べたんだ、当てたいな。でもあの人多分変な食べないもんね、うん、ね、エビ味噌。めちゃめちゃ変なの。めちゃめちゃ変なの食ってんじゃん。たまたまもうスーパーも今日はスーパーにしようと思って、面倒くさくて帰って、で隣にスーパーの弁当の隣に一個一個置いてあったから、じゃあ買って。どこの、そこの、え、そう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 。いや、その何、そのカップ麺のブランド分かんない、忘れちゃった。エビ味噌なんだ、ちょっと気になるな。カップ麺チャンネルとかさ、ちょっと最近の俺、じゃあ俺のチビ悩み言っていい、うん、あのメインがさ、うん、もうやばいじゃん今、うん、超忙しかったじゃん、うん、怒涛の日々だったの、もう暑すぎてワンピースが、うん、嬉しい悲鳴というか、うん、だからとにかくメインチャンネルで稼働してたじゃないですか僕が、うん、もう個人チャンネルは上げれてないんですよ。撮ってんの、撮ってても何本も送らになっちゃってるのよ、もう、ああもうこれもう時期古すぎてみたいなのがもうたまりにたまって。そんな撮ってんの、なんなら1月ぐらいに質問コーナー撮ったのに、うん、もう半年ぐらい経っちゃって、うん、編集が間に合わないから、質問コーナーって結構大変じゃん、うん、あのもうバババって切って切んなきゃいけないから、うん、なかなか編集が大変で、うん、だからもう半年前の情報だから、うん、2人目生まれますかみたいな質問に対して濁してるの。もうそんなんあげれないじゃん。だからもう一回撮んなきゃいけないから、もう撮っても撮ってももう何あげれてないのよ、今だから5、6本ぐらい撮ってるのにあげれてないから、ちょっとその悩みが、だからカップ麺チャンネルとかもめちゃめちゃやりたいんだけど、もう編集時間がないんだよ。編集はやってる、編集ってどんくらい編集で出してますっけ、いつも、うん、そんなしてない。困るのはやっぱチビの顔にモザイクなのよ。そう、あと名前とかポロって言っちゃうとことかはもうだから入念チェックなんでね、このチャンネルとか別になんもう平気じゃん。、はい、変な話モザイクないし、あのまあダメなとこカットするかもしれないけど、その何入念チェックがね、それ大変だね。だからなかなか更新できないな、うん、じゃあやっぱ、うん、ジュニアに編集させるんじゃない。ねえ、そういうこと、うん、自分のやつは、うん、自分の動画は自分で編集。そうそうそう、お前が釣ったんだからお前がモザイクかけるよってことだと思うけどな。やっぱりな、なんかニュースになりそうな父親が。責任自称 YouTuber。 お前が釣ったんだ、幼児虐待でとか言って。やばい、やばい YouTuber 父親だよそれ。モザイクはね大変だね、うん、でも子供が、あーそっか、子供に触れてる動画が多いってこと。まあ半分ぐらいは、うん、まあお家だからね、まあ、もちろんその個人的なワンピのとかは別にいいんだけど、そのメインはちょっと今メインはね考察系だから、これちょっとあれだなっていうのはとかは、だからあのワンピースの T シャツとかこの間 UT だったじゃん、もうそれもう何ヶ月前よっていう。2ヶ月ぐらい前か。もうその時もこの間撮ったんだけどまだ上げてない。Kさんに振ればいいですか。あ、Kさんに振ればいいんだ。うん、200円ぐらい払える、払える、うん、出せる、200円は出せる、うん、全然。200円できたらじゃあ100円で外注するか。やば、誰が中抜きしてんの。中抜き100円。いや、もう200円すら中抜きすんの。天才だよ、そこまでいったら。そうなのよ、しかも別に規模が大きいわけじゃないからさ、うん、いや1本あたり外注しちゃうともう大赤字になるじゃん。そうね、すごい。身内は、身内のそのなんか親族
で、暇なやつとかいないの？いや、まあだから妹いるけど。あ、妹とか。いや、こっちには巻き込みたくないよね。あ、そう。だから要は向こうで自立して食べていただいた方がいいじゃん。こっちで潰れたらともども潰れちゃうじゃん。変な話ね、ここが大きくなったら。まあね、まあ、まあ、もう会社員ですか？あれもまだまだまだ、うん、え、じゃあバイトじゃないの？でもどうしてんだろうな、今ちょっと最近まださ、いやこの状況だからあんまり会えてないから。うん、まあ、うん、今度ちょっとまあね、会えたら会いたいけど。なるほどね。確かに難しいよね、そういう。そうなんだ、だからその結局子供とさ、奥さんの顔出てるから、それは外にだから出せないからね。そうなんだ。親族から探すしかない。あ、で両親とかどう？ご両親とか。うわ、その発想なさすぎた。ご両親いいです。全然ありだよね。意外と大事だよ、身内に。まあ確かにそうだね。逆にね、定年、うん、まだ定年してないけど、定年したら確かに逆にね、こっちからちょっと。うん、それ特にそこの一番デリケートなところはね、まあ一番信頼できるからね、それこそ200円で頼めるからね。いや、いや親ならもうなおさらもっと出すなおさらもっと親だからこそ200円で頼めるから、200円で編集お願い、さすがに無理だな。最初パーセント出るんじゃない、それだったらね。そうそう。いや、もうちょっと上げたらもうちょっといくと思うけど、なんならだからそのホームビデオ的な感じで趣味でやってもらえば一番いいんだからさ。ね、お互いでいいよ、それは。子供に撮るときはやっぱ仮面をつけさせるのが一番いいんじゃないの？あ、それもありだ、ね、あの星さんの時みたいなさ、 あれもいいかもね。まあそうだ、もうちょっと大きくなったね。今もだからもう、うん、あんってやるから、もう確かにえんってやっちゃうやっと。でもね、マスクをねつけてくれるようになってるから今ね、はいはい、マスクとサングラスでいいんだもん。ああ、いいじゃん。いや、ちょっとでもそんなに覆うのかわいそうだな、まだこの状態にするわけじゃないから、この人みたいな状態、この人にすればいい。これで、これでいや、もう K だよ、そしたらちびKだよ、もういいじゃん、向こうに出してってこれ別に著作権フリーだから、この方式はないよ。まあ確かに君だけじゃないもんね、そうそう、他にもいるから、みんないっぱいいるからなんか俺そうだ、その話でさ、うん、K さんが別チャンネルやってますよって来て、30万人ぐらいいんの。すごい、ね、同じスタイルの別の人なのマジで K さんだと思ってる人いて、え K さんより上の人がいんの？なんか名前忘れちゃったら、2、30万ぐらいいただく気がするんだよ。ちょっとどなたか忘れちゃったんだけど、うん、でもそのサングラスで、うん、マスクで確かに似てんのよ、ちょっと誰だっけな、なんかツイッターかなんかで、まあ、このモデルはだって誰でもいいんだから別にね、うん、これほど差別化のないスタイルないでしょ、サングラスかけてさマスクしてさ、うん、お名前ちょっと忘れて、その方もちょっとネタで言ってたかもしれないけどね、うん、ケイさんやってますよみたいな、うん、そうだね、そうだね、ネタでしょ、どうもなるほどね、ラビが来ない、おはようか、難しいね、その問題はね、まあ、おいおいじゃない、本当にジュニアやりたいって言うかもしれないわね。どうする、前話してる前話したっけこれ、いいじゃん、そこの庭をもうプラットフォームをそこ上げれば、そのチャンネル個人チャンネルどうしよう、ね、上げれじゃん、今もう1、うん、7月上げてないですか、上げたっけな、いや上げてない気すんの、俺も登録してるけど、うん、あのそうだ、黒ひげの一番くじ、 あれ、それ以来だ、あのほんと3回ぐらいプライベートでもう完全に何もなしで引いて、うん、っていうのをあげたな、それぐらいじゃない、でも撮ってんの結構あんだけどな、全然上がれてないから、もう編集マンじゃ頼んだ方がいいな。佐藤さん2人くらいでいける、2万ぐらい1本結構するな、2500円、安いリアルな LINE ついてくるいや、あの今最後上げてないからの再生数と、うんうんうん、払えるので考えたら、うん、2500円が限度です、今高橋さんの個人チャンネルは読みがやばいわ今のね、今の本数モザイクとかやるから大変じゃない、うん、結構、まあ、モザイクはないやつを逆に引き受けるとか、多分モザイクは自分でやりたいだろうか、結局、あ、結局そうなっちゃうから、あ、まあね、確かに確かにね、難しいね、まあ悩みここはね、確かにね、うん、やっぱだからご両親よ、一番近い存在の新モザイク大変だよいやなかなかだよね、でも確かにモザイク編集ってあんまやんないもんね、やんないね、うん、うちはさ、あのプレミアでさオートではできるけどさ、結局でも最終的なチェックは人力じゃん、そう、あれもただポンってやって OK ってなればいいんだけど、なかなかそうやっていかないんだよ、もうちょっとしたらなんかそこら辺のさ技術というかさ、うん、かそういうソフトとかあるからね、もうね、すでに、うん、まあ、モザイク用とかありそうじゃない、ありそう、まあでも確かにさすがにもうあるでしょ、そういうちょっと人工知能の中に入れたやつ
いや、本当にね、ちょっとそろそろやりたいんだよね、そういうの、うん、なかなかちょっとね、うん、で、今一番上げやすいのはそのワンピの俺が話すだけみたいな。あ、だからそれこそ一番口とかも別にね、俺がただ喋ってるだけで、ああいうのは上げやすい、うん、なかなか大変でね。それだけ振って、あとは子供の自分でやれば意外と回るんじゃないですか。いやでもそこを振りたいんだよね結局だから一番時間がかかるから。ああ、むずい。だから理想はそこを信頼できる人に振りたい。むずいね。そう、そこむずいね。うん、ちょっと妹打診してみようかな、じゃあいいじゃん、バイト代あげるって200円っつって、うん、200円だな佐藤さんより安かったら妹にするかもしれないでも25が、いやまあもうちょっと大きくなったらもちろんね、もうちょっとね出せればだけどね。リーグが出そうか、今だと。今、むしろ赤字じゃないか赤字だろ、赤字だろ、赤字だろ、赤字だと。もっと出さないと赤字だと思う。まあでも最初赤字だよね、やっぱね、そうなってくるとね。2本目、2チャンネル目、3チャンネル目。結局そうなの。個人チャンネル赤字したくないよね。そうなのよ絶対にね。ね、2チャンネル目わかんないですよね。自分でやるから、自分の時間とリソースを使うから全額別にいける。全部自分の金になるから、ちょっとでも本当のお小遣いにみたいなことだもんね。そうそうそう、うん、赤字にしちゃったら意味がないんだよ、ね、こちゃんでさ、それこそ10万ぐらいいっただけだいぶ違うよね。そうね、まあ10万に行くならもうやっぱりコンテンツっていうか上げる内容はね、お金お金お金、月10いったらさ全然違うない、個人チャンネルで月10万いったら。ああ、そういうことね。あ、まあそれでかいよね。それはね、何再生だ。まあ、0.5 円取れても20万再生。そっか、20万って結構か。結構大変だね、今。ちゃんと上げなきゃだね、今。ちゃんとやんなきゃだね、うん、本当に。今、本当にそういうプライベートのチャンネル、どんどん死んでってるもんね。本当に、どんどんきつくなってる。YouTube さん、結構えぐいよね。結局、そのプライベート日常、芸能人がやってるからさ、うんうんうん、もうそこと、ね、戦った時に自由、うん。そうだね。そう。だから大変だ、今、YouTube 界は。ね。なん、またすごい時代だね、なんか、うん、2021年だもんね。もう終わるよ、2021年後半だから、もう後半だよ、うん、後半か、もう後半か、早いな、早い。じゃあ俺これ最後食べて終わりでいい。これうまいぞ。うまい思った20倍美味しい。これもう一個食いたい。タイガスさんの分あるでしょ。あ、そうか、家に持って帰るやつが。あとで美味しくいただきます。そうだ、なんであるあるじゃん、それは。なんちょっと今言われて思ったわあ、そうだ、俺ももらったんだおしまいやば終わりやばいやつの終わりか。お願いお願いします。